キングスクロス駅、キングスクロス駅、英語は1852年に開業した主要鉄道ターミナルである。駅はロンドン中心部の外縁部、キングスクロス地区の A501 ユーストンロードとヨークウェイの交差部にあ、カムデンロンドン特別区内、イズリントンロンドン特別区との境界部にある。キングスクロス駅はイギリスの主要鉄道幹線の一つである。 イーストコースト本線の南の終着駅である。すぐ西隣には、ユーロスターの終着駅である、セントパンクラス駅があり、二つの駅は、ロンドン地下鉄のキングスクロス、セントパンクラス駅を共有している。なお、キング S の英米語での発音は、KZ であることから、発音に即した形で、カタカナ表記すると、キングズとなるが、慣用的に静音の、 キングスを用いる例が多い。キングスクロス駅の西側は、セントパンクラス駅、寝台図書館ビル、そしてユーストーン駅に接続していて、すべて徒歩数分圏内である。再開発されたセントパンクラス駅は、2007年11月14日以降、ウォータールー国際駅に変わるハイスピード1の新しい、ロンドン終着駅である。ユーロスターが、リールユーロップ駅、 パリ北駅、そしてブリュッセル南駅の各駅とそれぞれ結び、また2009年からは国内のサウスイースタンがハイスピード1のルートを使い、ケントと結んでる。数年来の大規模な再開発は建設中のホテルとオフィスを除き終了している。キングスクロス駅周辺のエリアには Google のオフィスやガーディアン新聞社、 ディージェンツーンが世界有名なアートカレッジのセントラル線とマーチンズがある。ネットワークレールはイーストコースト本線のために本駅に信号室を所有しておりビグルーエイドとロイストンまでの列車とノーザンシティ線を制御している。ピーターバラ信号室がビグルーエイドイエンをケンブリッジ信号室がロイストンイエンをそれぞれ引き継ぐ。ファーストキャピタルコネクトは キングスクロス PSB にあるサービスデリバリーセンターと呼ばれる制御室から GN ルートの列車を制御している。イングランド北部、東部及びスコットランドへからの列車が発着する。ケンブリッジ、ピーターバラ、ハル、ドンカスター、リーズ、ヨーク、ニューカススル、エディンバラ、グラスゴー、ダンディー、アバディーン、そしてインバネスを結ぶ。 現在4つの鉄道会社が本線駅への運行を行っている。キングスクロス駅はもともとグレート、ノーザン鉄道のロンドンハーブ及びイーストコースト本線の終着駅として設計、建設された。駅名はロンドンのキングスクロス地区にちなんだものである。その地区名はジョージ4世の記念碑に由来するが、記念碑は1845年に取り壊されている。 駅の建設計画は1848年にジョージ・ターンブルによって建てられた。ターンブルはグレート・ノーザン鉄道のロンドンの北の最初の20マイルの建設を行った常勤技師だった。駅の詳細設計はルイス・キュービットにより1851年から翌1852年にかけてかつての天然痘病院で行われた。 今日一番線から九番線までを含む駅の主要部分は1852年10月14日に落成した。これにより1850年8月8日に開業した諸女路線の臨時終着駅はその役目を終えた。プラットフォームは数度にわたって再構築されている。当初は到着プラットフォームと出発プラットフォームが各一本ずつしかなく、 それぞれ現在の1番線と8番線に該当、両者の間は留置線として使われていた。その後近郊交通量の増大に伴い、増設プラットフォームのための空間が追加されたが、総例差はなかった。現在9番線から11番線、そしてフィクションの9番線を用している2番目の、建物はこの時代のものである。1996年に鉄道が民営化されると、 当駅への急行運行は、ナー、グレート、ノースイースタンデールウェイに引き継がれた。ナーは2005年に営業免許の再入札に成功したが、2006年12月には同免許を放棄するよう求められた。ナーが経営契約のもとで暫定運営した後、2007年12月9日に、現在の運営会社ナショナルエスプレスイーストコーストが営業免許を引き継いだ。 近年の都市民族学によると、キングスクロス駅は、ケルト人の女王、ブーディカ、ブーデカの最後の戦場の上に建設された。彼女の遺体は、あるプラットフォームの下に埋葬されていて、駅の下を、ブーディカの亡霊が行き交っているらしい。1987年のキングスクロス火災は、キングスクロス、セントパンクラス駅で発生し、31人の死者が出た。地下鉄駅は、 現在も大規模再開発中である火災後の報告書に一部影響を受けている。第一期工事は2006年に完成し、第二期工事は2011年に完成予定である。1972年、イギリス国鉄社内で設計された1階建ての増築部分が駅の正面に建設された。増築部分は暫定のはずだったが、30年以上経った現在も存在する。 多くの人は第一級指定建築物である本来の駅のファサードを隠している増築部分に不満を持っているが増築部分ができる前駅のファサードは店の小さなテラスによってすでに隠れていた。ルイスキュービット建築の相関で完全な姿をもう一度取り戻すためこの増築部分は取り壊される予定である。 1973年9月と日午後12時24分、予約ホールで IRA 暫定派の爆弾が爆発、6人が重軽傷を負った。3ポンド1 4キログラムの装置は警告なしに駅構内に投げ込まれた。犯人の若者はすぐに人混みの中へ逃れ、捕まっていない。1976年以前、キングスクロス駅の一部は中間駅だった。 フィンズベリーパーク駅からの南方面行きの近郊列車は、ここから、ヨークロードのカーブ沿いに地下を走り、ファリンドン駅、バービカン駅、そしてムーアゲート駅に向かうシティワイルンド線に接続した。他の方面では、ムーアゲートからの列車が、ホテルカーブ経由で、ワイルンド線を折り16番で本線に合流した。1976年8月以降、ムーアゲート駅への運行は、 ノーザンシティ線経由へと迂回されている。2005年5億ポンドの復元計画がネットワークレールからアナウンスされた。同計画は2007年11月9日、カムデンロンドン特別区議会の承認された。主な内容は駅舎のアーチ天井の復元及び1972年の増築部分を撤去による青空広場の設置である。グレート ノーザンホテル背後の駅舎西側に半円形のコンコース2012年完成予定が建設れる。新しいコンコースは現在ある1972年のコンコースショッピングエリアそしてナショナルエクスプレスイーストコーストキップ売り場を刷新し駅構内のインターシティと近郊列車の施設が統合される。またセントパンクラス駅へのアクセスも改善される。 二つの駅に発着する国内主要路線の間の地域では約2000個の新しい住宅486,280平方メートル523万4000平方フィートのオフィスそして新しい道路がキングスクロスセントラルとして造成建設される予定であるこの再開発計画は議論を呼び設計へのアクセス改善を求める地域運動が起きている キングスクロス駅は JK ローリングの小説、ハリー・ポッターシリーズにホグワーツ特急の始発駅として登場する。ホグワーツ特急は秘密の9番線、9と3、4番線に発着するが、それは9番線と10番線の間、9番線と10番線のプラットフォーム上のレンガの壁、9番線と10番線を分離する壁ではないを通り抜けたところにある。 しかし、実際は9番線、10番線ともに、収益者とは別の建物にあり、さらに両者は隣接しておらず、同じプラットフォーム上にはなく、間にある2本の線路、9番線用の線路及び10番線用の線路にって分断されている、要するに、9番線と10番線だけを見たとき、島式ホームではなく、対面式ホームとなっている。ローリングはその場所を、 駅舎の主要な場所にしようと考えていたが、プラットフォームの番号を間違って覚えてしまった。2001年のインタビューで、キングスクロス駅とユーストン駅を混同してしまったと述べている。ところが、現実は、ユーストン駅の9番線と10番線もまた同じ、プラットフォーム上にはなく、間にある2本の線路によって分断されている、対面式ホームになっている。最初の映画が制作された際、 本駅のシーンは、周期者で撮影され、4番線と5番線は9番線と10番線に置き換えられた。ハリー・ポッターと秘密の部屋では、隣接するセント・パンクラス駅の外観が使われたが、これはゴシック様式のファサードが、実際のキングス・クロス駅よりも印象的であると考えられたためである。最初の映画が公開された時、9番線と10番線の 外側の地面にホグワーツ特急を示す大きなフロアパネルが設置されたが後に撤去された。キングスクロス駅構内ではプラットホーム級を示す中鉄製の標識が実際の9番線と10番線のある建物の壁に掲げられた。その標識の下には荷物カートの一部も取り付けられた。後ろ半分は見えるが残りの部分は壁の中に消えているように見える。 キングスクロスはハリー・ポッターと死の秘宝の第35章のタイトルでもあり、それは駅と同じ位置に置かれている。同駅はハリー・ポッターシリーズの最後の舞台として同所のエピークに登場する。ウィルバート・オードリーの絵本、記者の絵本シリーズに登場する機関車ゴードンはかつてキングスクロス駅に乗り入れていたと十二巻八台の機関車内の有名になったコードで語っている。 なお、記者の絵本は、機関車、トーマスとして映像化されているが、有名になったゴードンは未映像化となっている。キング、エスクロス、キングスクロスの駅名は、アポストロフィーを付ける場合とつけない場合がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。